はい、皆さんこんにちは。京都のおまさです。今日までね、雨降ってたんですけど、今日はね、いい天気ですね。そうそう、この間ね、新聞出てましたけどね、新聞の記事ですね、京都新聞の記事で、キリンが来ないってね、亀岡市のね、亀岡にある大河ドラマ館ね、のことが出てましたね。どうもね、なかなかNHK の要は大河ドラマの放送の最後にこう歴史紀行みたいなね、2、3分のなんかこうその時のトピックにあったような、その土地のね紹介をするところで、亀岡市が全然紹介されないみたいでね、番が回ってこないみたいで、まあそれでね、キリンが来ないって出てましたけどね。同じなんか大河ドラマ館をね、がある、まあ、岐阜市ね、岐阜の方は、要は5回ぐらい紹介されてると。で、亀岡はゼロと。まあ、なかなかね、本編の中でもね、亀岡のことってそんなに話題になってないんでね、前々回ぐらいにやっとね、亀山城でその地元の豪族たちね、まあ、敗北した豪族たちと引き合いをしたシーンがね、亀岡城ということで、亀山城ね、描かれてましたけど、ちらっと映っただけですよね。まあ、このままでいったらあれでしょうね、最終回亀山から出てね、本能寺へ向かったその進軍ルートの一つとしてね、まあ、亀山の地位が消化されるのかね、わかりませんけどね。後半のね、丹波攻略をもうちょっとね、丁寧に描いてればね、こう亀山の地の重要性っていうんですかね、がクローズアップされると思うんですよね。
あんな総構えのね城下町を築くっていうのは、まあ亀山と福知山でもやってますけど、かなりね大規模な工事だったんじゃないかなと思います。当時はね、実質まあ遠い丹波をね平定した後からやりだしたのかもしれないですけど、そうだとね3年間ぐらいの間しかねないのでね、その間でまあそれだけね地方整備するっていうのもなかなか大変なことだと思うんでね。あ、嵐山に来てますけど全然やっぱり人いないね。今日は今14度、結構暑いね。亀山はね、今の亀岡なんですけど、丹波攻略のね、まあ、ある意味拠点としてね使った土地ですしね。でその後光秀も、まあ、坂本と亀山がね、まあ、ダブルでこう本拠地みたいな形でなるんですけど、もしね大河ドラマ好きな方はねぜひ亀山のね亀岡のね大河ドラマ館2月14までかな、なんか会期延長してやってますんでね。まあ歴史好きな方なら楽しめると思いますんで見てみてはいかがでしょう。あと亀岡周りはね光秀にまつわるものいろいろありますんでね、そういったところ見て回るのもねいいかと思います。ではでは今回の動画はこの辺で失礼します。